こんにちは。千葉市の原田歯科クリニックの原田でございます。今日は歯ブラシぶった切りシリーズ、ユナイテッド航空、アメリカの最大手の航空会社ユナイテッド航空でビジネスクラスの歯ブラシをぶった切るということでお伝えします。現在私がいるのはユナイテッド航空の、ラウンジでございます。で、機内でですね、機内で配られたこのアメニティなんですが、ユナイテッド航空、こういう感じでウエストポーチですね、こんな感じでこうテラボディっていうんですか、こういうバッグなんですけど、こんな感じでウエストポーチで、腰に巻いていけるというものですね。あとは肩にかける、まあ2024年の1月2日、1日です、2日ですね、JAL の事故があって、まあ、その時に、荷物は持たないでください、というアナウンスがあったというわけですが、こんなウエストポーチ、であれば、ここになんか貴重品入れて、腰に巻いてそのまま脱出できるという、まあ、そこまで考えたのではないとは思いますが、まあ、そういうものが使われています。で、中ちょっと開けてみるとですね、今これ実はユナイテッド航空のラウンジのトイレで撮影してるんですね。で、まあ、ちょっと便器とかは別にわざわざ映しませんが、でこんな感じで、ここは外のポケットで、ちょっと待ってくださいね、こんな感じでこのアメニティバッグを開けるとデンタルキットというのが入っています。まあ、これが歯ブラシというわけですね。紙の封筒に入っています。ちょっとこれを破ってみます。中を出してみます。はい、こんな感じで出てきたのが、柄が木の部分、木でできている歯ブラシですね。で、アメリカらしくコルゲート、日本ではもう手に入れることができないコルゲートの歯磨きペーストがついてます。で、まあ、ちょっとびっくりしましたね。アメリカもこのエコフレンドリーというのでしょうか、木の柄を使っているのにはちょっとびっくりしました。で、歯ブラシ自体非常にコンパクトですね。この、ちっちゃい歯磨きペーストの、3倍ぐらいの長さですから、まあ、非常に小さいですね。私の親指がちょっとあまり綺麗ではなくて申し訳ないんですけど、こんな感じなんで、この親指、6の幅、6、7本分かなという感じです。で、歯ブラシはどんな感じなのかっていうのをちょっと検証してみます。上から見ると、まあ、こんな感じで割とコンパクトですね。で、コンパクトな感じになっていて、毛はそこそこ生えてますが、やっぱりちょっと残念なのは、こう毛が密ではない、手前から向こうがこう透けて見えてしまいますね、透けて見えてしまう。ちょっとこれは、歯ブラシの機能としてはちょっと、残念な、形態をしております。まあ、コンパクト、サイズが小さいので細かいところも届くという考えもあるのですが、別にそれは大きな歯ブラシでも先を細くすれば済むわけなんで、まあ、エコフレンドリーという点ではいいのかもしれませんけれども、エコフレンドリーという点ではいいのかもしれませんが、ちょっと歯ブラシの機能としては劣る。まあ、今この環境に優しいとかそういうことを非常に、うるさくなってますので、まあ、その意識は取れますが、ちょっと歯ブラシとしてはいまいち、まあ、ないよりはマシかなと、ただちょっと木の歯ブラシを実際使って機内用の歯ブラシとして使ってるっていうのはこれ珍しいので、そちらに対する意識は強いかなという感じがいたしました。まあ、アメリカらしいというか、今のアメリカらしいというかね、まあ、これが3年後5年後どうなってるかは分かりません。というわけで今日は、ユナイテッド航空、米国最大手のユナイテッド航空の、
ビジネスクラスで使われて配られるアメニティに入っている歯ブラシについて検証させていただきました。またこれからもいくつかの航空会社の歯ブラシを、まあ、この専門家の立場から、まあ、どんな感じなのかということを皆様にお伝えしていきたいと思います。千葉市の原田歯科クリニックの原田です。ユナイテッド航空のポラリスラウンジからお届けいたしました。ありがとうございます。こちらのお話が、ためになったということがありましたら、いいねボタン、そしてチャンネル登録していただけると非常に励みになります。体を張って、長時間のフライト、11時間半のフライト、の後でも元気いっぱいでお知らせしています。最後まで聞いていただきありがとうございました。またお会いしましょう。